吉田町は、愛媛県の南予地方にあった町。合併により、現在では、宇和島市の一部となっている。日本一の未ん産地であるとともに、水産業も盛んである。旧吉田藩の陣屋として栄えた歴史がある。愛媛県南西部、宇和島市のすぐ北に隣接している。宇和島市内中心部から約9キロメートル、宇和町宇野町からは、約9.5キロメートル。 上海に突き出した半島と付け根の部分とからなっている。古くは、上島街道と呼ばれた国道56号が町の中央部を南北に縦貫し、北の東上郡上町とは、保ケ峠で、南の上島市中心部とは、千長峠でつながっている。東隣の三県町は、同じ北上郡に属するものの峠越えの細い道があるのみで、人や車の往来は少なく、 吉田町は北上郡内でも古くから吉田郷と呼ばれ一つの独立した地域であった。このため、紀北地域の合併にはそもそも加わらなかった。休憩者地が多く、平地はわずかに10%程度。正面の上海では真珠、浜地養殖が盛んで、イカダが並んでいる。その背後の山々には山頂近くまで果樹園が切り開かれており、両者が 相まって、統治独特の景観を形成している。江戸時代は、伊予吉田藩の陣屋町、三河吉田藩のあった、三河国吉田塾が、明治以後とハ氏に改名する、きっかけの一つである。吉田という名がいつ頃からあったかは、はっきりしない。一つの説には、この地が吉野群生する出伝であったことから、吉田となったとする。吉田藩の分立時の古文書に、 半世紀明治以降、吉田町の系府。町村製紙工事、東工事、西工事、北工事や、本町、吉田町、里町、名谷町位。立町尻村、奥南村、北方村、辰間村、田松村、高光村、う、お、え、宇和島市、宇和島市、三県町、津島町、あ、 マイナス1938年2月11日、立ちまじり村を吉田城に編入。い、マイナス1955年3月1日、合併。う、マイナス1955年3月1日、高光村の内里へを合併。え、マイナス1955年3月31日、高光村を宇和島市に編入。おひく2005年8月1日。 新設合併。立ち混じり村以下の合併以前の系譜については、それぞれの市町村の記事を参照のこと。吉田町は、町立病院を抱え、難予用水事業関係の負担が大きく、財政状況は逼迫し、市町村合併による効率化が避けられない状況であった。このため、宇和島市との合併は最も現実的な選択であった。 2005年8月1日、宇和島市、三県町、津島町と台東合併、新たに宇和島市の一部となった。なお、愛媛県内の平成期の合併としては最後であった。みかんと水産の町である。農業水産業商業、吉田高等学校高等学校中学校、小学校社会教育四国旅客鉄道予算線、辰馬駅伊予吉田駅、秘伝課。伊予吉田駅は、 特急停車駅。一般国道、編集都道府県道、編集主要地方道を走っていない。一般県道吉田宇和島間は、宇和島自動車のバスが、比較的頻繁に運行されている。一部は、北は吉田から、さらに北西に向かや明け浜町田の浜まで、南は岩礁まで運行されている。また、同社の松山宇和島間の特急、急行バスも通っている。 観光地保ず峠、吉田ふれあい国安の里、フィッシングセンター、観光文化センター、吉田藩、陣屋と、観光みかん園、海のうろみ水浴場、吉田きな縄、いや、木縄や三万国イベント、安藤神社、春祭り夏祭り特産物運州みかん、ポンカン、温室みかん、いよかん、真珠、はま海産物、水産連製品、みかんまんじゅう、フルーツゼリー、 ポンジュース郷土料理面、め、深の湯ざらし、じゃこ天、みかんうどん。ありがとうございます。